はい、皆さん、こんにちは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、今回カクテルというよりは、正直ちょっと変わった飲み方という感じですかね。一応カクテルではないんですけどね。うん。レモンドロップという飲み方なのか、口の中で作るカクテルみたいな感じでしょうかね。を紹介したいと思います。まず、氷砂糖。角砂糖ですね。こちら角砂糖です。別に砂糖で OK です。俺はあったんで角砂糖を使います。で、ウォッカ。そしてレモン。こちらちょっとなんか不思議なのがついてますけど、これは何かというと100均で買いました。じゃん。レモンジューサー。レモンに刺して絞るだけ。使い方は、ここの、レモンの先っちょをある程度カットします。そしてこれをぶっ刺してねじ込んで、で、うん。で、こう、ジュラーって。はい、ちょっと邪魔が入りました。こちら、あと、傾けてね、こう、ジャーッと出して、れば OK と。結構いいんじゃないかな、これな。うん。まあ、こう押しながらね、やる感じなんですけど。このカクテル、まず、角砂糖。砂糖を口の中に含みます。飲み込まないで、ください。口の中に含みました。うん。そして、レモンを絞ります。本来ならば、レモンの輪切りとかで、いいんですが。うん。まあ僕はちょっとこれで使います。うん。わかりましたか？ちょっと今、よくよく考えたら、口の中に物含んだらね、喋れないことに感づきまして。で、口の中に、砂糖とレモンを入れて、よく混ぜ合わせて噛みます。砂糖を噛んで溶かしてこう、レモンと混ぜ合わせますね。で、んで、ウォッカを口の中に含んで飲むと。うわぁ。という感じのカクテルです。いや、カクテルじゃないのか。飲み方。一応ね、カクテルでもレモンドロップっていうのがあるらしいんです。全部混ぜ合わせて、やるんですけど。
うん。これ結構あれじゃない？なんかレモン以外にも、ライムとかで使える。じゃないかな。ちょっと今回、これ、初めてなんですけど、使ったの初めてなんで、これ、ちょっとあれだな。ぶっちゃけて言うと、ちょっと口広すぎたな。もうちょっと狭いのしよう。うん。もうなんか半壊してますけど。ちょっとやばい。めっちゃ垂れた。まあそんなカクテルです。カクテルじゃないや。飲み方です。うん。微妙です。正直。うん。もう一回やります。正直ね、結構甘い。美味しい。確かに、うん。レモンと砂糖を加えて、なおかつウォッカを加えることによって、なんか、フルーツの、別のフルーツが、多くっていうような、飲んでるような感じ。になりますね。こっちの中で混ぜ合わせて、まあ別に、この中で混ぜ合わせてもいいんですけど、まあガムシロップ使うことになりますけどね。ガムシロップ使って、混ぜ合わせることになりますけど。おー、という感じ。おー。うん。当然ながら、砂糖入れるんで、レモンが甘くなるのは、まあ当然として。なおかつ、この、ウォッカの、味も、結構、ね、わかる感じですね。うん。なんか、うん。ちょっとまた一つ勉強になったと。ということで、ウォッカがなくなっちゃいました。うん。今回は、次はね、アブソルトウォッカというのを買いたいと思います。ちょっとウォッカがね、美味しいなと思うようになってきました。これもあれでしょうか？アルチューのあれでしょうか？わかりません。が、今回、次はね、アブソルトウォッカを買いたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。じゃあ、四つ星です。それではご視聴ありがとうございました。